皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2011年公開の、パイレーツ・オブ・カリビアン、生命の泉。現代、パイレーツ・オブ・ザ・カリビアン、オン・ストレンジャー・タイズ。監督はロブ・マーシャル。脚本はテッド・エリオットとテリー・ローシオ。主な出演は、ジョニー・デップ、ジェフリー・ラッシュ、ペネロペ・クルス、イアン・マクシェーン、など。ジャックは地図をもとに、生命の泉を目指して旅に出ていた。そこへ、かつて愛した女海賊アンジェリカが現れる。一方、英国海軍将校となったバルボッサも、国王の命に従って生命の泉を目指す航海に出る。というストーリー。シリーズ第4弾だが、前3作で一応の完結に至ったので、続編というよりはスピンオフに近い内容。シリーズの中でも他作品との接点がほとんどないという異色作。ペネロペ・クルスやイアン・マクシェーンの新キャラが豪華キャストなのはいいが、若者代表のフィリップとシレーナの存在感がいまいち薄いのが残念。なぜかバルボッサが大活躍。黒ひげは存在感は抜群ながら、ありがちな悪役の息を出ていない。何よりも、ジャックは脇にいてこそ好き勝手にやって面白いのに、彼をメインに据えたのが最大の失敗。ということで、評価は。Thumbs down.